第15期プロクイーンベスト8司会実況の広志達也です。解説は広柴田が務めます。柴田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第15期プロクイーンベスト8 B 卓4回戦投杯の開始です。第15期プロクイーンベスト8は一発裏ドラありのダブル RC ルールで行われます。なおシステムはハンチャン4回戦を戦い、上位2名が決勝戦に進出となります。4回戦はチーチャからワン、ナンチャ、サツキ、シャーチャ、西島、ペーチャ、ウオタニの並び、トンの一曲、ドラはウーマンです。さあ、いよいよ、プロクイーンベスト8 B 卓も最終戦を迎えることとなりました。さあ、柴田プロ、はい、ちょっとワンの手配かなりまとまっていますが、この最終戦の見どころはどのあたりになりますか？まあ、着順勝負ってやつですよね、はい、うん、西島さんとさつきさんが順位が上の方が勝ち、はい、順位点が515なので、うん、5ポイント、うん、10ポイント以内じゃないですか、はい、そうですよね。なので順位が上の方が勝ちと。なるほど、まあ、非常に分かりやすい戦いにはなってきそうですね、うん、で魚谷さんがちょっと大きくマイナスしまうとちょっと計算がまた変わってくるのかな、はい、うんうんうん、感じです。さあ、トンの一曲、こちらは西島の手配はピンズで一メンツ、ソーズでも一メンツできている形は整っています。そして魚谷も二メンツ、親のワンがドラのウーマンが統一、もうワンはもう折りはないですよね。わかんないです、マイナスが大きすぎるから。あ、なるほど、人によってなんですよね、考え方はね、はい、争いをじゃ、そうそう、水差すのもっていう考えもあるし、うん、ただまあイーシャンテンの手配、おっとサツキがまずはペンサンマンから仕掛けて、これはダブルバックの形ですね、うん、白は役配、ナンは自分の風自風となっています。ここは着順勝負、非常に繊細な戦い、そして大胆さも必要になってくるか。でもこういう着順勝負の時はいい上がりをしないと勝てないんでね。お、難しいですよね。だからただ上がればいいっていうもんじゃないぞと、ね、いい上がりした方が勝つじゃないですか、うん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 、具体的にどういう、具体的には難しいですか、なかなか、うん、具体的にやって、まあ、ぜひ点すれば簡単です、はいはい、もちろん。だからさつきさんは今積み重ねていこうという仕掛けですよね、作戦ですね、うん、はい、これあれですか、順位によって席が違います、違います、違います、たまたま魚谷さんが争うやと、はいはい、まあ、魚谷が争うやということは、このままもし魚谷が大きく沈んだりすることがなければ、オーラスは一局勝負になる可能性が非常に高いですね。魚谷白何切りませんね、うん、3万切っていきましたね。何そうね、これは、お、あ、西山さん、西島カンチーマンで仕掛けてリャンウソーテンパイ、こうすると五分ですね、うん、若干こうサツキの捨て牌がマンズが高、まあ、特に、あ、来た、うん、来た、これですね、ウッパーソードラドラですよこれ、うん、これが一番怖い、本当ですね、これがサツキにとって、うわ掴んだ一発、これいかないですよね、わかんない、うん、227ですからね、うわー、いった、これ1万2000だ、1万2000だ、あーっと、ああ頭跳ねだ、ああっと、これ西島上がって嬉しいかもしれないけど、あ、かなり微妙な、うん、なんだこれは、単野を先点ですね、先点先点、いやこれはサツキは助かりましたよ、うん、何も言えなかったらね思ったけどね、そうはいかないよね、そうですね、いやわかんないけど、ロンってどっちが先ってないからね、うーん、ローンは同時の発生だからね、はい、いやこれは何やら非常に混沌とすることが予想されそうなトーン一曲でした。そうですね、うん、まあ西島さんが泣いてワンさんにテンパイが入ったんで、実際は西島さん動かないとテンパイ入らないですよね、はいはい、あのテンパイが入ってなければ、ね、あのテンパイ入らないとカンパーピンとかなのかな、うん、多分嘘を引いて、はい、今の嘘を引いて、そうなるとどうなるか分かんないんだけど、これならね、いやどうなるんだ、
さあ局面はトンの2局、親は変わってサツキ、こちらの敗敗、そして西島ピンズが若干多く見えるが、僕西島さんのだったら泣かないんだけどね、あれはあまり合わせない、相手とは合わせないですね、うん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 、先手になったし、だからただちょっとマンズに見えるような気がするんですよね、うん、若干ですけど、うん、はい、決められちゃうって、どうなのかな、まあ、ほっとしたのはさつきさんですよ。そうですね、うん、親にもロンって言われてるはずですからね、言われたのが分かってたんでね、見てるこっちもあれと思ったもんね、はい、あそっかって、そうです、そうです、柴田さんもね気づかないぐらいのことだったんで、た私が気づかないのはちょっとぜひ見逃してほしいなと思いますが、はい、お許しいただきたいと思います。現在 A1 リーグ首位の柴田プロですからね、はい、日吉さん何か僕は知りません。何か僕のことはいいんです。さあ1はイーシャンテン、サツキもイーシャンテンですね、親番、しごろが若干見えてきたがチーピン切り、キューピンじゃないんだ、あキューピンは一応現物ってことかな。さあこれで両面2つ、ワンも2回目の親が終わるまではやるのやりそうな構えですね、ここまで見るといい、うん、ドラ引き、おおしごろ決めに行った、初はやっぱり安全牌ということで愛には打ちたくないと、ただキューピン2枚ありますからね、うん、これカンサンマンとか引いちゃう、いやー北三郎そうだ、どうやらワンは2度目の親が終わるまではしっかり打ち切ろうという構え、まあ魚谷さんは結構リードあるから、ある程度形になってしまえば、はい、うん、許され、ある程度いっても大丈夫じゃね、はい、ね、状況的には、まあ、今回手になってないんで引くでしょうけど、うん、ただこの状況でワンからリーチ入るとちょっと怖いですよね、まあ、手は今回はリーチのみですが、この手は開けられて、はい、あじゃあこういう方法で来るんだなっていうのが周りに伝わるんで、うん、次からじゃないですか、そうですね、うわ打つはいないんだ、パーマン危ないですもんね、もしワンさんのリーチに相手が引いたら行った方が良さそうですけどね、どういうことですか、ライバルのさつきさんが引いたと見たら、はい、西島さんは攻めた方が、うん、あそうなんですか、うん、引き離す、あ、まあ、もちろん引き離すチャンスがありますね、なるべく麻雀1人か2人だった方がいいんで、うん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 、確かに、あこれテンパイだ、これ行きづらいよね、イーマン1枚切れ、手に安全牌はチーマンが1枚、1万、まあ端っこだから1万は悪いですよね、単品系ドラがパーピンで、うん、単品系打てないじゃないですか、はい、うわーここは考える、現マスターズチャンピオンのサツキリーチはないと思うんですけどね、1万か単品だと思うんですけど、あなるほど、打つ牌を考えてる間なんじゃないかと、うん、言いそうなんの、うわここは考える、イーマンだ、まだこれは勝負いくぞという構えですね、後継天敗になったら追っかけたいっていうことですよね、きっと後継天敗を、うん、追っかけるか分かんないですけど、まあ、両ピン数ピン引きはあるかもしれないですね、うん、4万か、3ピンが通った復活ですが、まあ、フリテンのペンちゃん取らず、3万は3枚切れか、数字サブローソーはわあ来た、まあ、逆にこれあまりアンソ自身で打ってるか、うん、ドラドラ現物は打たずにキューピンですか、ワンチャンス、ドラで泣き返そうっていう感じなんかな、ドラがもう一回出たら、西島さんの手配はそういう構えなんですかね、うん、
ただスッチーピン通ってなくてパーピンが通ってるのでイーシャンテンのままいることもできますが、そろそろひょっとしたらこれサブローピンサブローマンとか打たれたらチーするかもしれないですね。何切るんだろうね。チーマンは一応現物、イーソーも現物ですよね。うわなんだこれ、これちょっと勝負の構えになってきましたね。順目は深いですが、しかもドラが見えたからだいぶ行きやすい、ね、4枚見えてますね西島からは。うわ天杯、ウーピン中筋打ちやすい、打ちやすし現物と3万現物ですよね、うん、え な, な, ん、ね、あ3万ないんですか、うん、6はないのよ、ないのよ、ないのよ。3万場に3枚出てて、あ場に3枚かじゃないですね、うん、うん、これサブローソだったら突き捨てね、うそ言った、もうドラを使った手はないでしょうと、ここで1500点は価値ありと読みましたか、うん、西島最後まで押し切、まあ一旦は迂回しましたが、押し切っての天杯取り、さつきとの差をじわじわ広げていく、そして迎えます親番、着順勝負、非常に熾烈な争い、ドラは吐く。昨年度プロクイーン準優勝の西島と現マスターズチャンピオンさつきの熾烈な争い、このハンチャン着順が上だった方の勝ち、ドラは吐くです。うん、これはいいぞ、またしてもこの4回戦になってワンの手が急激に軽くなりました ね, ね、ありますよね、よくね、ありますね。麻雀って絶対前半調子いい方がいいじゃないですか、はいね、リーグ戦でも何でも前半、ね、だからきついよね、ここで良くなるんだったら最初から良くなってよ、はい、我慢しとけばよかったなっていうのもあるじゃないですか、ここで良くなるんだったら序盤もうちょっと我慢だったかなとか、はい、どうなるか、どうなるんですかね、本当にさつきの手はちょっと厳しい、一面つ完成したこちら親の西島はこれは上がりに行きそうな手配だ、しかし自敗はまだセーブしてる、まあドラの白があるんですね、しかしまだ山に3枚ある、重ねたらチャンスだぞ、モンタニさんは何点ぐらいがセーフゾーンなんですか、はい、セーフラインみたいなのがどれぐらいだったら大丈夫、1万点切らなければ大丈夫、もっと大丈夫か、2人ですからね、1人にかわされても1人との点差、2人5万点持たれるとダメか、ダメですねそれは、はっきりと2人5万点も着順1つで4万点なので、1人にはかわされたとしても箱は手も大丈夫ぐらいじゃないですか、3万点持たれたまんまなら、うん、そうですね、3万点だったらダメですよ、はい、大体大谷さんがこう0点になっちゃった時は2人4万点ぐらい、それはまずいです、それダメですよね、はい、それはまずいです、はい、だからその状況だけは避けなければいけないと、うん、結構トーナメントってあのね、みんな見てる人とかもあんまり特殊だからやったことない人とかもいるじゃないですか、うん、はいね、だから今どういう状況なのかというと大谷さんが、うん、圧倒的に有利な位置で、さつきさんと西島さんの順位が上の方が上っていうのがドラ打った話ですよね。そうですね、僕らにとって当たり前のことが実は見てる人に、ね、伝わらない時もあるじゃない、やっぱり差がどれぐらい難しいものなのか、またどれぐらい、うんうん、厳しいものなのかとかっていうことですよね。あ、そうですね、あと、うん、トーナメントの特徴、はいはい、の話ですね、はい、まあ大谷さんはだいぶですよね、だいぶより、うん、から親には振らない方がいいかな。そうですね、親に打たなければ曲は進んで、
あ、やっぱドラ打ち見て、あ、しかしワンここは目いっぱい受けますね。はい、いい解説ですって来てます。ありがとうございます。天敗変則三面チャンでリーチか、いいピンが2枚ないぞ。これはあまり面白くない。つもぎるか。つもぎりはないよね。うん、一旦取った。でももうリーチでもいいと思いますけどね。おお、なるほど。あの抑え込みでドラがもう一枚見えてからか、ね、ちょっと怖いですね。確かに。でもここリーチたら3人引いてくれるような気がする。あ、7万打たれたか。あ、白2つだ。これ面白いですね。あ、これで2枚見えた。一応 ピンズの手代わりを待ちたいんですかね。イーペーコーなどの含み、うん、ピンフの含みという、佐々木さんが確か今ドラ切りテンプは取らなかったんですよね。親の現物のドラじゃないですか。あ、本当だ、ペンチーピン、うん、そこは面白いですね。ドラ打つとリーチされちゃうかもしれないとかもあったのかもしれないし、もしくは打点が欲しかったってことですよね。うん、打点もしくは役。はい、西島はどうやらこのままなのか。このまま手代わりするまではこのまま闇天になりそうだが、手代わりしないもんね。ピンズだけですね。あ、ピンズか。ヤンピンとかローピンとかはまあ変わりますね。そっか。いや、これむずいな。パーソーつむぎりですか。これまだ白短期想定してるってことじゃないですか。あ、そっか。ウーソー切りとかもあるか。ウーソーありますね。チーソーか。サブローソー残せますからね、こっちは。地獄待ちを狙ってると。そうですね、急走打っちゃってるんで、白が重なった時にはサブローソー選択できる分、うん、小さい打ちの方が良かったかもしれないですね。これ気迫で押し込んじゃうかもしれないですね。西島さん3人下ろしちゃうかも。もう多分天敗気配出てるっぽいですもんね。さすがにね。うわ、重ねた。これはうまくいった。サブローソーだ。出上がりも計算。急走は何枚切れですか。急走3点なんですよ。うん、3枚切れ。あ、なるほど。つも上がりもだけを見てってこともありだったってことですね。急走3枚切れ。一応出上がりも保険かけるか。嘘でもいいかもしれないですよね。サブロー急走。うん、もうここにローソー来たすぐ。いや、打ってくれる人いないでしょう、ここ。いないでしょうね。いや、三走がゼロかな。あれ、イースマ復活フリテンだ。酸素ゼロ1枚。ローソーが1枚かな。ローソーが1枚と。ローソーが1枚。そうですね。さっきさラサイ引いてますからね、うん、うわー、消えるか。無筋でも選びたいですよね。脳天はダメですか。いや、脳天でもやっぱ選びたくないですか。ここはさっきと一緒で、いやね、トンバですしね、行った方がいい。ますか、うん、2万振り点じゃない方、2万切ってリーチですかね。一応つも順ありますね、うん、うわ、行きそう。選んだ方がいいな。行った。一応せずか。それはそれももちろん。ウッパーマン3万。ただこれリーチしてサツキさんから上がった時はもう非常に大きく、非常に大きい。まあそれはお互いなんですけどね、はい、もちろん、うん、振り込んじゃった時はもう一回やり直しですからね、うん。どうします？僕リーチですね。僕降りてます。え？降りてます。降りてんの？はい。両ピン切っちゃいます多分。ああ、それはね。それはダメ。日吉さんまだまだですよ。数ピン。まだまだです。なるほど。これは戦場なんです。はい。ここは。なるほど。はい、すげえかっこ、武士みたいなこと言うじゃないですか。ってことはご褒美来るか。ウーピン取った。ウーピンか。公開説教。確かに大谷さん、え、チースリー見ないよね。何の意味があるの。サツキにツモ番渡すってことですよ、これチーしたら。そうなの。サツキに来ないよ。ワンさんだよ、履いて。あ、本当だ。なんだろうね。え、ワンさんがテンパしてほしいってこと。ワンさんの上がりが欲しいってこと。ワンさんのチーピンが強いから、ワンさんがもしかしたら履いてるつもり。ワンさんつもる分にはいいじゃない、うん、そうだ、確かに。それですかね。そうですね、まあ、実際は脳天だったっていうことで、はいはいはい、ただチーピン切りを見てひょっとしたら天敗の可能性もあるぞということで、でワンさんに履いてるつもってほしいと。はい、そうすると何より自分の通貨が
曲も潰れてまた少し高くなると、うん、それ一つでしょうね、うん、マンシーはね。いやしかしこの状況になってもまだ頭がクリアですね、ゴータニ。そう考えると、うん、非常によく、考えられています。ドラバハク、西島とサツキの着順争いに注目が集まっていますが、こちらあードブトン統一だなんから最後こうなったらさ、もうさ、はい、なんかもう下向いていくだけじゃないの、こういうのって。はい、目つぶっていくみたいなさ、ああいうサツキさんが来ちゃって自分がテンパイした、はい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 、西島さんみたいに自分がテンパイ入った時、うん、なるほど、うん、なんかすごい人がいるよね。いましたね、すごい人が、はい、そうサツキです、うん、次に移ります。こちらマンズと自敗しかない、すでに。しかも形もある程度整えて、まあ、ペンチーマンですね、とにかく。初、うん、はどうするかですね。初と7万7万チーかな。うーん、泣きたくないですけどね。初ポンですね。あのワンサの支配見るにポンシャン点、これはもう初ポン点取りそうですね。いやでも中連連シャン点ですよ。9万引いたらすげえ定型じゃないですか、はい、そうですね、日吉さんと違ってきっくりそうです。さすがにね、初切り、はい、あほでかいですね。僕も初だけど、はい、どうせ7万だからね、欲しいのはね、はい、7万入ったらマンズスチーマンウーマンローマとかですね。そうですね、7万入ったら激アツですね。これじゃあもう一回8万だ。そうですね、ちょっと消すんだ。それで初ポンするとあのスチーマンウーマンローマンとかでしょ、はいはい、これはこれでありですよ。場合によっては残休になっちゃうかもしれない。うん、でもやっぱり西島さんの攻めを評価するとやっぱりここ落とすべきだと思うし、僕はドラつもぎりあっさり、あっさり、うわ7と8ドイツいかつ、まあもうこれ本質には見えないですね。見えない、あテンパイ何カンスーマン、カンスーマン差し子崩れ、さすがにトン頭ですからね。うん、これリーチ打てんのはね、ウオタニリャンウソテンパイですね。ウーマンポンダーリーチかもね、これどうする、打たず真面目初とローマン、ローマン、あペンチーマンだった。でも言ってもしょうがない、言ってもしょうがない。5万ポンできなくない、5万ポンしてチンステンパイですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、出た52ですか、うん、初本一5200の2本場かな、うん、525パ5800の上がり、うん、いやこれでサツキがまた、あ、これ上来ましたか。そうですね、まあ競りですよ。いや本当に言ってますこれ、あ、言ってるか。まあ、とにかくまだ勝負は、うんそうですね、混沌ともう一度やり直し、うん、いや難しいね。 今のはちょっと聞きたいですよね。今のちょっと面白かったんで、うん、友武さん怒ってますよ後ろでね見てるから、はい、なんとかじゃないって。いやあら見てくださいよ、面白くなさそうなことつまんなそう、チーズ言ってくれよなっていうか、うわまた魚谷もすごい、あれちっちゃないのって言ってますね。でも5万泣くの、泣きますよ、泣くんだ、はい、本店なら仕方なしと。なんだって、うん、泣かないかもしんないな。うわーすごい、なんか手みんな入ってます ね最終戦になって、うん、いや今となってはこのワンのいいハイパイがちょっと虚しく見える、うん、まだ親場残っている。2番手3番手が今さね加点してるから、ワンさんは相当厳しいですよね。相当厳しいですね。きた6球ピン、ワンはどうやら親が落ちるまではもうストレートに打つまあ魚谷さん親だからね、ここはほぼ親落ちるでしょう、
ある程度まだ自由ですからね、上谷さんの選択肢は。はい、あでもここは失点するとちょっと汗が出るか、冷や汗出るね。ここで8000とか1万2000とか上谷さんが打つと、 あれちょっともしかしたら展開あるかなって。石破さん行った方がいいと思うんですよね、僕は。現物ですね。うん、若干安全な方を選ぶか、うん、安全パイは1枚もない、まあ、これは筋の2万3万。サツキもないか。ない。キューピンが足り、キューピン危ないですね。まあ打点的には現状さほどでもないですが、うん、でも裏取られるからね。これ切るとしたらキューピンカーツかそれぐらいですよね。そうですね、キューピンカーツだったら僕はキューピン切りそう。僕もキューピン切っちゃいそうだな。どっちだろう、でもあつでもいいけどね。うわーキューピンか、 いやパーピンかもしれない。パーピン切るんだったらキューピンじゃないですか、そのリアンパーピンとかの話で、はい、飛んだからな、やっぱ初の方が嫌だかな。うん、まあ、僕らにとってはね、簡単に打ってる選手はね、 あれですよね、一打で決着が決まっちゃうんで、この決勝までの道のりがね決まっちゃうんで、やっぱ時間はいっぱい取った方がいいと思います、うん、そうですね、うん、これでパーピンとパーソーが通せる、うん、遅いっていう人もいるかもしれないですけどね、うん、これ選手相当ね勝負かかってるんで。いやそうですよ、気持ちが本当に分かりますね、はい、この間がね、うん、汗かきますからねこの一打でね、うん、非常に選手にとって重い一打ですからね、うん、白鳥プロよく言いますよね、人生変わるんだって一日で、麻雀プロはそれぐらい大事な対局だと。白鳥さん相撲上がり、そうですね、白鳥はそういうふうによく言います。裏ドラありません、リーチ相撲500戦の相撲上がりで難入です。白鳥さんは名言が多すぎてね、ちょっと難しくなっちゃってますけどね。すげえバカにしてるじゃないですか僕は結構それを言った時に、もうこの男は本当にすごいなと思いましたけど、そのうちね、はい、なんか名言集とか出るかもしれないですよ。柴田プロの名言集もできるかもしれないですよ。なんだろうな。さあ勝負の乱入ですよいよいよ2人にとっては本当に人生かけた一周が始まります。ナンバですね、親はワン、ドラはハク。うーん、突然ハイパイが良くなったこの4回戦、うん、リアンシャンテン、もう全然違いますもんね。サツキはハツが統一、わあドラドラ、この白、この白は相当出ない。あ、まあ、ワンさんは出るか、はい、リーチと来たら打たないかもね、ワンさんはね、こうなってると。うん、なるほど。さっき あの引いた時もそういう感じましたけどね、はい、3回戦の感じだと先手が取れたらというところで、イーシャンテンは盤石、三郎相当パーピン、いや白もあるか、あろうそうだ。ただこれ次一歩進むとちょっと、あっていうか天杯か、次は一歩進んだ時は、うん、手広いシャンテンになった時にどうするか。そういうのは初のポンテンの構えを捨ててるじゃないですか、はいはい、だからこうなりましたね。そうですよね、初ポン狙ってる人は多分ドラ打ちも考えたと思うんですよ。うん、選択単ヤオの方を取ったか、パーピン打ち、得意のドラ短期の構想かもしれないですね、これは。うん、それか何か気配が感じたのかもしれないですよ。ちょっと遅めに構えてましたもんね。もうちょっと早い手組みをすると思
ですよ、佐々木さんって、はい、例えばあの先切りした牌何でしたっけ、ローソーか、はい、ローソーじゃなくてウーソーとか、うんうん、ポンテンのパンパーマンを構えたりとか、ストレートなテンパイ取りに向かう、うん、でもここでローソー打ったということはもしかしたら何か感じ取ってるのかもしれない、うん、ただどうですか、今回残った形がスッチーソーサブロッキューピンということで、場合によっては白打ち出すこともあるんですかね。打ちますね、サブロッキューピンはまず効きますよね、うん、スッチーソーでどうかといったところか、スッチーソーでどうか、スッチーソーも行くと思いますけどね、うん、うわー絶好、これぶつかるかもしれないですね、いよいよ、うん、もう全部上がってやるんだぞぐらいの気持ちには入ってると思うんですよ、うん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 、それぐらいの気持ち、強い気持ちがないと勝ちきれないと、結局ね、他の人が上がったらその人が決まっちゃうわけだから、はい、テンパイ、テンパイ、イースーピン、うん、この勝負にケリをつけるのはやはり魚谷か、まずは役割、さあテンパイ、いいか、これ多分魚谷さん全部いきますね。なるほど、ただこれ西島にはいかないですか、今ポンしましたけど、ああ西島にも行くんですか、難しいな、難しい、ちょっと、まあ、リーチは絶対ないじゃない、魚谷さんの位置だったら、はい、ちょっとどうするかは分かんない、この3万はいくでしょ、うん、さ上がりがある以上は、うん、また強いですよ、町がこのままですね、だからワンさんはもしかしたら引くかもしれないっていうのが後手になった以上、うん、一応自分の勝ちだけを目指したら何なんじゃないですか、はい、ね、でもちょっと差が開きすぎたんで、リーチドラポン、それに対して押した魚谷と、でさつきさんダブなんじゃないですか、はい、なんちゃで、うん、でこのなんで決着つくのはちょっと自分としてはねって、低いもちろんなん切ってもいいんですよ、うん、はい、そうですね、行く方を選択、ムタイさん面白い格好してましたね今ね、頭抱えてます、どう、私これ言っていいのかどうかっていうことを再度確認してますか、惜しい気の判断ですかね、そうですね、おそらく、うん、スーピン、これはウオタニの上がり、急走か、うわすごい、いよいよ本当にこの一局はかなり今後の勝負、うん、うわースーピン、ウオタニ力入れて積もったぞ、ね、ドリャーって積もりましたね、ドリャーって聞こえましたね今、はい、単品積も700300の積も上がり、いやそしてこの表情、うん、ほっと一安心、頭痛もすっ飛んだと、うーん、このツインテールには似つかわしくないような積もアクションでしたねこれツインテールですか、ツインテールって言うんじゃないですか、そうお下げ、お下げです、それ年ですよ柴さん、ちょっといや違うよ、大谷さんなんか言ってたじゃないですか、すげえこっち来ちゃいました、はい、どっちなんですか、わかんないです、ツインテール、なんかそこはなんかこだわりがあると、いや別にないです、僕いやこれいやそれは違う、魚谷さんの話ですよね、はい、僕はどっちかわかんないんですけど、うわわわわわ、ドラドラ、さつきさん何これ、来ました、京一来ましたよ、ここで京一は何回か来たよね、チンスも来たしね、いやこれこそ一番ですよ、まあ肝心な時にこういう手が来るのが京一ですか、やっぱりこれ、うん、ついにこの長き戦いに終止符を打たんとするようなハイパイ、うん、やば、西島この白統一でどこまで頑張れるか、魚谷もいい、確かに、まあワンはもうここからはかなり引いての、そうです、ね、まあ上がるとしたらもう役満級ですよ ね、うん、すね、今この間がそういう感じを思わせますね、はい、どうだ、いや本当にこれがいよいよ最後だ、これ魚谷さんが1万2000円とかちょっとどうなる、まだそんなにか、まだ大丈夫ですね、はい、打って西島さんが4勝利とかならまた引き返すとちょっとおかしくなってきちゃう、ね、あ、はいはいはい、うわーかわすのか、この手をかわすのか西島、いやワンさんどうするか、いや本当に極限状態かもしれないこれは、いやさ選択、いや難しい、想像が若干安い、いや難しいよこれ、何吐きそう何切れで気持ち悪くなる、イースーマン嫌った、イースーマン嫌った、難しいや、柴田さん何してますか、魚谷シャンテン何切るか、はい、僕は、ピンズを選びます、3ピン、3ピンですか、はい、なるほど、魚谷シャンテン
ただ魚谷リーチの選択はなさそうですが、どうなるか。いや、場合によってはいやここはちょっと大きい声出しちゃいけない、大事なところ。魚谷、さあ西島白貫通、なんとももどかしい牌が来る。貫でもいいのよ、貫じゃないかな、貫でもいいのよ。両ピン打ち、これ狭く受けましたか。どうなる、あ、天敗逃し。あ、でもしょうがないよね、役がないのか。役ないんですよ、これどこまで行ってもないんですよ今のところ。イペコか。あ、再びトーン、ここから思い直して、これはありですね。まあ、スチソロ、スチソウーソであればと、うん、振り手にします、うん、っていうよりは役を作りたいってことで、リーチ打ちたくないじゃないですか。うーん、このうわ食い伸ばしはないよねこの8万は。え、いや、かんじゃないのかな。うわ、いや、これしょうがないでしょ、はい、リーチどうせ打たないんだから。はい、うわ、うわ、あ、いや、これはどうなの、微妙。おっと、これ白切りますか、切らない、微妙と、うん、地位をした瞬間、微妙と柴田プロの雄たけびが聞こえた。ただかわせばね、いいんだけど、うーわ、うーわと、うー、もう勘しようよ。いや、これなんか本当に天敗じゃない、ごめんなさい。魚谷が上がりに来る。うわー、これ本当に分かんないぞ、もう天敗切った、切ったの、切るなら先切っといた方がよさそうでしたけどねそれはね、はい、それは微妙だけどね、切るなら先切ればよかったの。テンプチャンス逃してましたもんね、嘘、うん、が数万かもしれないですよ。僕はこれ絶対勘なんですけどね、勝負だと。いや、だって結局最後までもつれるんで、まだもつれますね、これ上がったところで、うん、もう全部上がってやんだぞぐらいで。3ピンか、いや、まあペイですよね、ペイか3ピンでしょ、3ピンは形を決める、ペイかペイだ。いや、魚谷もじれますね。ただ勘しないことによって9万が出やすいのは間違いないですよね。うん、いや、なんか怖い。でも皐月さんに気配があるんでしょうね、やっぱりね、ここの9万は。デズ、デズ引っ込んじゃいました、デジデジしかも、あ、スーソーもいいチームでしたね。 あ、これで魚谷がテンパイリアンウッパーピン決めるぞ、これは上がるかもしれな いただそこまでないか、そこまで豊富なわけでもない。僕3ピン切ってるから4万とスーソー引いてると。ということは僕大きいね、単品3色ですね。なるほど、テンパイウッパーマン、どう、うわ、あ、そっか、スーサー合わせたのか。でウッパーマン出ないもんね、ウタニュが打つかどうか。あ、9だ、9だ、9万は西島1000点の上がり。これはただこれまだ決まってないですよ。そうなんですよ、大ガスまでね、はい、だからこそ白を冠してもいいんじゃないかという柴田さんの話ですね。ハックからしたらもしかしたら違う局面、わかんない。渡辺さん9万打つね、多分ね。ハックからしてもね。打つと思いますけどね。ハックが乗らなければ打ったでしょうね。例えば諸乗り、ドラの諸乗りとかなければですね。目に見えて乗らなければ。さあ、着順勝負のこの4回戦、わずかながらに西島が上、残りは最短で2局。まあオーラスはもうないっていうか1局勝負ですよね。でオーラス上がった方が勝つかもしれないし。上がった方が勝ちそうですね。これ天敗能天で決着つく可能性もありますよ。天敗能天だと若干西島の方が有利ですか。そう、席的にはワンはかなり絞っちゃいますもんね、うん、だってただ K 点で勝っちゃう可能性もあるじゃない。はい、ありますよね。ありますね。それ難しいですよね、形式天敗で勝つために泣いてね、一局勝負で上がりを捨てて投げるかとか、かなり難しい、うん、だからただそういうことに長けてるのはなんかサツキのような気もするんですよね。あ、そうかもしれないですね。状況判断っていうんでしょうか、うんうん、今は自分が何をすべきかの判断は
そういったところはサツキとか魚谷、そういった選手は非常に強そうですが、これ今現状は1200点差、上になればいいだけな、上になればいいだけ、うん、西島イーシャンテン、うん、リーチでしょうね。渡さんは白泣くのかな、どうなんだろう、泣くよね、な、うん、リャンピンからですよ、まあ、こっちの方が安定感出る、まあ、っていうことかもしれないですが、うん、ただこれ接戦だから、まあ、みんな行くでしょうけどね、うん、振り込み上がる人はいないですね。あっという間の天敗、あっという間にリャンウソ、魚谷、このこれを決めればもう盤石ですからね。そうですね、はい、あ、ワンマン天敗、さすがに打ちづらい、うん、そうで、まあ、打ちづらいっていうか打つ意味がほとんどないですからね、うん、役満条件ないですからね、はい、リャンウソでしたっけ、リャンウソ、ドラウソです、ウソを積もってもまだ西島が上、現状西島が上だからここで無理して魚谷に大きいの補充しちゃってうと、それはそれで大変だから引く判断もあるんですかね。引く判断はないと。嘘、そうだ、これで最終、いやー、リャンピンから鋭く仕掛けた、本当に隙がない、リードすると強い、うん、手配というよりは状況判断ですよね、はい、周りがある程度前出てくるから、白は出てくるから、うんうんうん、じゃあリャンピンからっていう判断が、はい、いやー、この辺りの経験値というかすごいものがあります。さあ、これでオーラス、もう柴田さん、これはどうやら上がった方が勝ちということでよろしいですか。はい、何百点差、700点差、はい、しびれるね。で、おそらく一局勝負、うん、一局で間違いないと思います。だからここで4戦折るつもり、はい、そんなほぼないんだよね、うん、とりあえず組んでおいて4戦折るっていうケース、まあなくもないですけどね、はい、うん、すごく早く2巡目で4戦1万2戦転敗しちゃうかもしれないですから ね、 うね、うん、さあ、ドラウピン、いいですね。ただやらないかもしれないけど、うん、ただウーピンから切るのは良くないじゃん。そうですね、あ、まあどれからも動くんですけどね、みんなね、もうそうですよね、うん、数層だ、これはやめましたね、一局勝負だ、うん、自敗統一嫌だよね、上がり勝負で、はい、単位の方が絶対いいじゃない、ペー統一、例えばこのペーとかどうなの、出ないんですよね、分かんないですよね、ペーぐらいは、白よりはペーの方が出るよね、まあ確かに、これワンからも出ないですよ、ワンさんから出ないもんね、となるとこれ西島のペイは相当厳しい、うん、ちょっと見えないな、なんかみんなちょっとこれは力入ってきてますねもう勝負に入り込んでる、大事な一局、魚谷にやらない、ちゃんってなんか天敗までは行きそうですね、うん、西島も天敗まで、うわ、どう、すごい手が押し寄せてきて止まらない、3万ですか、うん、どんどん手を崩していく、あのいろんな種類あった方がいいから統一はほぐすんじゃないですか、手配で、なるほど、折り選択するときに種類があった方がいいんで、ドラ打ちますか、ドラ打たないでしょ、あ、さつきさんの手、はい、打ちますよね、はい、うん、上がれば OK という状況、もうただ単純に手を広げていく、リーチしてもいいの、はい、リーチしてもいいのかな、天敗脳天で、そうだよね、さつきさんの立場だったら、そうそう、天敗脳天なら大丈夫ですね、なんで天敗したらリーチか、うん、西島さんは逆にリーチしづらいんだ、ダンヤをいった、ね、イーシャン天、西島はリーチしにくいですね、さつきさんリーチしやすくて、はい、西島さんリーチしにくい、なんというこの不条理、うわ、イーシャン天来た、ピンフイーシャン天、嘘でしょ、パワーそうじゃないですか、なんイペコで役できるじゃん、最悪、なるほど、そうすると闇点が効くってことですもんね、そう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 、
例えばカンパーマンが残ったりとか9万イーソーがあんこになったりとか、でも そんなの分かってるんだけどっていう間ですよね。ああそうほぐすんだ、ピンフにするんだ、 手狭にしたってことですよね今、うん、いやでもすごい、あの西島さんの選択はすごい、すごいいい選択、カンチーソー、さあついに勝負に決着をつけるかの2枚だと思うんですよ、魚谷のこの右見えないです、うん、おそらく2枚、でもペイを見せてくれてるから、まあ端ね役牌ではないと、うん、単用でしょうね、うん、さあサツキイシャンテ西島テンパイ上がった方が勝ち、ドキドキするね、ドキドキしますね、西島はまだ手配変化ある、なんかどうすんの、いやー単用動かれちゃいましたからね、わーいった、もう勝負だ、腹くくった、こういう時でなんか厚く構えたくなりますよね、でもね構えたくなりますよ、ね、はい、うん、ちょっともう、うわカンパーマンテンパイ逃し、もうあとは持ってきて、これ想像を伸ばしたいってことですか、そうでしょうね、ただね、こういう時って伸ばすとか考えない方がいいっていう僕のイメージあるんですけど、はい、どうなんだろう、スースー引けば、OK、テンパイあリーチか、さあこれで最後の勝負だ、あとはもう2人で持ってきてそれだけだよね、そうですね、どっち、西島も脳天できないですからね、うん、ちょっとじゃあ僕目つぶってるんで終わったら教えてください、そんな解説初めて見ましたよ僕今一番大事なところですよ、何やってるんですか持ってきて、こっち映してる場合じゃないですカメラもだってみんな持ってきたら捨てるだけでしょ、そうですよ、最後まで見届けるのが解説者としても務めですよ、切るしかないもんね、そうです、切るしかないんです、西島は切るしかないんです、なんで打たなかった、ダメだよね、ダメよダメよ、一回テンパイ外してもう一回テンパイ復活させるっていう手もあるわ、打ちくしかないよ、しかもチーピン行きやすいもんね、これチーピン切っちゃうとテンパイ復活残すとテンパイ復活できない可能性もありそうな、はい、うん、さあもうめくり合いだ、チーソーは残り2枚、パーマンが3枚、そうですね、まあ数えるのは野暮でしょう、日吉さん数えちゃいました、もう遅いです、そうですよ、はい、魚谷も慎重な打牌選択、いやこれしびれるな、マンズイーマン、もういやチーソーが1枚なくなる、ということはチーソーあと1枚、残り1枚、1対3、これはサツキ圧倒的有利、決勝のシーン、うわー、しかしワンのところに来る、打つ牌ないの、え、でも地は良さそうだけどね、なんだっけ、スーピン、あ8万一応ワンチャンス、いやでも8万はね、8万か、8万ってあんの、いやスーピンじゃないですか、スーピン、あイースーチーピンか、ウーピン全部見えてますからね、いやこれだけどパーマン危ないな、パーマンちょっと危ないぞ、2対1、変化だ、パーソ現物1枚からウーソーは2枚に変化だ2対2にもう一度なる、え、なんでパーソー打たないんだ、パーソーでしょ、パーソーですよね、うん、極限状態、まさにそう思うんだ、また1枚になるまた2対1、わずかにその分はサツキにある、リャンピン、いやこれワンが本当に危ないんじゃないの、いやでもうーん自敗行きやすいと思う、マンズリャンマン大さっき通した7万とポン、7万ポンできるの、7万はないのか、7万ポンしてる、遅っ、おおお、いやこれさらに危ないかもしんないよ、ない短期待ちな、シャンポンがない、でもあんこだから、あんこは捨てちゃダメってさあ、いやこれパワーマンになるかもしんない、でもねこういうのワンさんとか来るんだよね、嘘、僕はいやすげえドキドキした、僕は南切ります、でも南切るのはやっぱり相当ね、なんだ申し訳ない気持ちになるけどね、なんで待たないでしょって、またそんな余計なこと考えて振ったらいい、なんなら闇天でしょっていうのも一応あるのか、とりあえず西島さんはペイ取りそうとしゃべってたんで、そうですね、これで2回耐えれる、1対1ですか、また再び、あえ
失礼、嘘ゼロだ。嘘ゼロ。嘘ゼロ。でも流局勝ちでしょ。流局勝ち。パーマン1。サツキのツモあと何回？ 2 回？あ、そう。ただだって2人で積もってるようなもん。いや、6万。西山さん辞めるはないんだよね。ない。あ、これ4枚目見えましたよ。うわあ、そういうこと？また危ないんじゃないのこれ。危ない。めっちゃ危ない。あと、いやいや、初だよ、初。初か。とりあえず初。初じゃない。初ですね。うん。うわ、ほんとに9万倍3枚なんだ。9万が倍3枚。トンが通った。これでワンの宝珠がない。ということは、パーマンあと1枚。どこに行くんだ。まだあるぞ。ありますよ。相手誰？もうちょっと分かんないです。トン、もうこれで宝珠はない。さあ、どうだ。最後、西島さんだ、相手。うわ、めっちゃ力入ってきた。これが相手ですか？切るしかないもんね。終わった。いやー、力入った。さすがにさつきと西島の2人天敗で流局ゲンマスターズチャンプ、ここで散ります。ベスト8の壁を破れず、4回戦はトップから西島、続いてさつき、ワン、魚谷の並びで終了となります。いやー、この表情危ねえと。いや、ちょっと本当素の表情ですね、これは明らかに。一息ついた感じ。やっとね。完全に一息つきました。はい、ということで、通過は決勝戦進出は魚谷、そして、西島の両名ということとなります。はい、ちょっと空気が薄くなってきましたね。ということで決勝進出者が決定しました。後ほど選手を招いてのインタビューとなります。いやー、麻雀って本当に最後の最後まで何があるかわからない、非常に怖い。痺れましたね。いやー、痺れました。酸素薄くなりましたね。酸素、はい、はい、じゃあ準備に移ります。あ、疲れ、今見てて最後ドッときたもんね。ドッときましたね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あ、どうぞ。鼻かけてください。はい、はい、すいません。あ、はじめまして。あ、はじめまして。はい、です。ご存知です。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと挨拶から始まっちゃったんですが、惜しくも、ベスト8敗退となりましたワンプロとさつきプロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまずはワンプロから本日振り返ってみていかがだったでしょうか。もう最初から何も言うことがないくらい言い訳もしたくないですし、どうですか、ご自身の麻雀、はい、ちゃんとやっぱり打てない部分も非常に多かったんですかね。どうですかね。一番最初は多少こう、まあ、メンタルに来てる部分もあったんですけど、うんうん、途中からはもう上がり上がりに影響出てる部分は多少多分あると思いますね。なんかこう突然4回戦ぐらいから手入っちゃったのもなんか非常にもどかしいなみたいな印象もあったんですが、そうですね、まあ基本的になんか早い手が入ったんですけど、うんうん、もう条件的にもう6万7万点の差をつけてトップラスの条件だったんで、まあ、ひたすらリーチを打ち続けるっていうのしかなくって、うんうん、なんかこうしっくり来ないなと思ってても、まあテンパったんでリーチっていう形を取ってたな、うん、まあ、しっくり来なかったです。まあ、自分の親が終わるまでは最後までちゃんと打っとと、そうですね、上がり続けるっていうのしかなかったんですけど、うん、はい、まあ、まあ、残念な結果を、経験でした、うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、続きましてはさつきプロです。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、振り返ってみていかがだったでしょうか。ていうかパーワンアンコだったんですか。3枚は、あ、3、最後アンコになりました。最後アンコになりました。そうなんですね。あ、
ちょっと今出てたんで、うん、はぁって思いました。すいません。あ、で内容ですよね、はい、1回戦はの後半から結構いい内容で打ててるなって思って、で本一のハネマンはついてたんですけど、なんか丁寧に打ててるなっていう感触はあって、で2回戦に全然手が入らなくて、2回戦をもうちょっとなんとか、そのただ雑な報酬とかが多くてちょっと反省っていうのがあります。あ、え、これ反省会ですか？いや、なんでもないです。反省は別にいいことも反省なんで。あ、いいことも、はいはい、あ、1回戦はすごい良かったです。良かった。はい、2回戦はダメでした。3回戦は良かった。はいや、ダメですね、ダメでした。なんか最後だけなんか本一とか仕掛けない方がいいのかなと思って、ちょっと4回戦のウーマンズですか。あれどうするの、はい、難しいんですね。いや、もう字とかにあんまり頼れないなと思って、うん、でワンさんもマンズの人だと思ったんで、うん、なんかちょっと待ちきれなくなっちゃってたんですけど、うん、はい、鎮痛いくかなと若干思ったんですが、うん、はい、やっぱりマンズがちょっと信用できなすぎるっていう感じなんですか。そうですね。で自分で Q1 パワー1って切ってしまっているので、うん、G1 引いてもしかもマンズやってらっしゃるんで、うん、パワー1が出てくることとかってあんまりないんじゃないかなって思ったんで、うん、ですけど、なんかそれもどうなんだろうとかって思ってました。ナンバで、はい、ほらお化けすごいウーピンのさ、はい、すごいの来たじゃん。 あれ難しかったよね。ウースマンが嫌ったやつですね。だ、うん、あれはすごい、その最後のハンちゃんだけが敗因っていうわけじゃないんですけど、うん、でも曲はすごい敗因でした。想像がすごい馬強的に良くて、で想像の重なりとピンズがピンズの両面とヘッドととかで、やっぱりちょっと3話2話に手かけちゃったんですけど、そうですね、ちょっとダメでした。結果、結果はちょっとね、反応してきたからね。そうですね、でもすごくいいハイパイ、あんないいハイパイもらったのに、神様ごめんなさいって思いました。はい、まあ、確かに本当に残念な結果となってしまいましたが、はい、なんかこう思ってるより元気そうでしたが、から元気です。から元気、はい、はい、本当反省ばっかりです。なんかマスターズチャンピオンがここで散ってしまったのも非常に残念だったなと。はい、はい、決勝したかったです。はい、はい、すいません。いや、大丈夫です。はい、はい、なんか喋り方こんなですけど、ふざけてるわけじゃ全然ないんで、はい、本当ごめんなさい。はい、はい、ということで非常に残念な結果となりました。A1 プロとサツキプロでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。わあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。お疲れ様です。ひろしさんに追い詰められてた。そうやってあんまり言わないでください。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、続きましては魚谷プロと西島プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、2人とも見事決勝進出となりましたが、本日の対局を振り返ってみて、まずは魚谷プロいかがだったでしょうか。はい、多分 すごくついてで、3000、6000のなんか30目か40目リーチとか積もれたのがあって、展開的にはかなり風が向いてたなと思うんですが、ちょっと心が弱いなと思いながら打ってたので、なんか4回戦も見てれば大丈夫って思ってたら、なんかやっぱりだんだんちょっとずつ追い詰められるような感じになってちゃいましたし、なんか1回ずつちゃんとその勝ちたいって思わないで、ちゃんといい麻雀最後まで打とうって決めて打ってたんですけど、やっぱりちょっと揺れる部分もあったりとかして、どうしても勝ちたいなっていう試合だったので、はい、嬉しいです。はい、最後に本音がポロッと出たような、はい、嬉しいよね。嬉しいです。はい、まあやっぱりリードしてからはもう終始安定してるなってこちらから見ては思ってたんですが、ありがとうございます。
そうでもなかったんですか、メンタルというか、まあ、それはもちろん戦ってる選手と見てる方は全然違うと思いますので、まあ、どれだけリードしててもそんなになんかこう楽観視はできないところの当たり前だと思うんですが、はい、ね、まあ、4回戦はやっぱり展開的にどうしてもそうなるだろうなっていう予想はあったんですけど、うん、あのやっぱり2人が1位2位になってて、例えばどっちかに8000とか12000とか打った瞬間に結構並びになってしまうような、うん、はい、まあ、点数状況ぐらいまではいったので、うん、まあ、補充しなければいいとはずっと思ってはいたんですけど、うん、やっぱりあの数ピン積もったのとかはすごい嬉しくて、うん、はい、あのなんていうか局面がもうリーチにドラポンだったんで、うんうん、そうですよね、はい、なのでちょっと私の中ではあの時でも絶対1枚もしたらダメだと思ってて、うん、あのたまたますぐ積もれて、うん、はい、今日一番力入ってましたよね。そうですね、あれが一番この、はい、そうなんていうかな、映ってる画面に映ってる、はい、魚谷プロとはもう反比例するように力入れて積もってたんで、気合が入ってたんで、はい、でその時にこのその髪型はおさげなのかツインテールなのかっていう話になったんですけどそれはいや、わかんないです。でもツインテールはちょっともう年的にきついと思っておさげのつもりなんですけど、なんかこれでなんかあのファンの方があのツインテールにしてるときはいつも勝ってるよって言うから、ちょっと願掛けじゃないですけど、うんうんうん、みたいな感じでプロクイーンの、ベスト16も、うん、あのプロリーグも全部とりあえずこれに今飛ばしてて今のところ全部勝ってるんで、負けるまでちょっとこれでいこうかなっていう。じゃあツインテールでいいってことですね、はい、いや分かんないです。あの、はい、でもお下げ的な感じでお願いします、はい、決勝も、はい、決勝はちょっとまだ未定ですけど、うん、はい、すみません、あの最終戦でチーしてワンプロに入って回したのありましたよね、はい、あれはどういった狙いだったんでしょうか。あのワンさんが、現物じゃない牌切ったので、はい、テンパイの可能性、チーピンですね、テンパイの可能性あるなと思って、ワンさんが積もってくれるのが一番、うんうんうん、あの状況良かったので、いいね、あのワンさんに積もってほしいなと思って入って回しました。最後の一杯渡したと、はい、うん、なるほど、はい、それしかないもんね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、続きましては西島プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大会を振り返ってみていかがだったでしょうか。すごい変なこといっぱいしちゃいました。なんかあの最後もなんか白を緩しようと思ってたのに切っちゃって、なんで切っちゃったんだろうと思って、ね、1個でも多く積もりたかったのに、うん、あれ佐々木さんすごい手だったんだよね、単品ドラドラね、うん、ちょっと失敗しちゃったんだけどね。その後仕掛けた、はい、あ、そうですそうです、関数まくり伸ばしたやつでしょ。そうです、3号そうです、もう間に合わないと思って、なんか白があんこだからそれを生かしてとりあえずもう一曲でもなんか、うん、とにかく親のさつきさんに上がられたら。野谷さんも良かったんだよね、確かね、テンあれ違うか、3人でどの曲でしょう、ほんとね、9万単位補充したの。あ、はい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 、そう、リアウパーピンだっけ。あ、そうですね、リアウパーピンです、です、うん、私もちょっと失敗しちゃいました。あれ白関したら、でも白関しても9万多分打つよね。白がドザ乗らない限りはね、はい、どうかなぐらいだよね、はい、あれは9万は打ちますね。あの、うん、ドラ乗ったら絶対打たないですけど、白はね、関して白乗ったら、はい、乗ったら打たないですけど、まあどっちかというと親よりもやっぱり西島さんに上がってもらった方が良かったので、うん、打ちます。やっぱそれね、あれじゃない、オーラスじゃないですか、やっぱり最後、うん、どういかがでしたか、上がり勝負のあのオーラスは。あんなの初めてで、はい、手が震えちゃって、で私今日あの最初から手が震えてて、うんうんうん、で3000、6000積もったじゃないですか、うん、そしたら余計手が震えた3色ね、はい、差し子の3色、手ずらしかな、入ってうんうん、と1回戦かな、1回戦で、一番もう1回戦から手が震えてて、うん、で3000、6000積もったら余計手が震えちゃってで、これのこの、 あの震えを止めるにはどうしようと思って、結構まっすぐ行っちゃえばいいんじゃないかと思って、なんかそういうなんかこれ危ないかもとか、か余計に考えるから手が震えるんだと思って、もうある程度まっすぐ行こうって決めてて、放銃するまでまっすぐ行こうと思ったら、うん、大谷さんに2回放銃して、うん、そろそろやめようと思いつつ、でもなんかでも1回戦は行こうって思ったから、それを途中でやめたらなんか、うん、なんかもったいないなって、だから3着でも4着でもいいからとりあえずまっすぐ行こうと思って、ビハインドになったら手の震えが止まったんで、
なんかそうなんで最後の上がり勝負は、あ、これビハインドの方が落ち着いて打てたのにってちょっと思ったりして、ずっと手が震えてて脳天できないんだよね。そうなんです、天敗脳天で変わっちゃうんで。そうそうそう、リーチ直後に掴んだチーピン少しだけやめようと思いました。あの時は多分、はい、あのオーラスで一番の兆候だったと思うんですけど、 そうですね、それ以外の牌はもうバーッと切ってたと思うんですけど、はい、あの考えました、あのチーピンにくっついたりしないのかなって、一旦回ろうかなと思ったってことですね。と思ったけど、うん、でも早い順目にドラのウーピン切ってて、うん、まあ普通の局面だったら絶対切るチーピンなのにここで切らないの変だろうと思って、うん、でもその考えに至るまでになんかとりあえず手が震えるのが止まったら切ろうと思って、あ、なるほど、でなんかなかなか震えが止まんなくて切れませんでした。本当怖かった。すごい勝負だったんだよね、1対3ぐらい、西島さんの間違い 1、2対3だった、2対3で始まってすぐ1対3になって、うん、全部ワンさんに誰も持ってないじゃん、最後8、8って、はい、まだ1枚そう、パー1はそうだったの、そう、パー1誰も持ってないなと思って、1対3になったら1対2になって、その後、にしたから、いや、その後に2対2になるの、また。あ、嘘、カウンソーに変えて、そう、2対2になったと思ったら、またすぐ1対2になる。めっちゃ面白い。めっちゃ危ない。そう、最後は1対0でした。最後は、カウンソー0でした、最後は。最後はみんな目つぶってた。はい、そうなんだ。え、どういうこと？だってもう、もう誰があるか分かんないから。いや、私もちょっと降りるのが結構きつかったです。本当にね、あれ、なかなか降りる方も、またゴーダニアさん最初から手良くてね、めちゃくちゃやめてもやめても手来るぞみたいな、いや、もうこれ上がりに行こうかどうしようかってちょっと思ったんですけど、でもみんな私が終わると思ってるから終わっとこうと思って、想像から切ったやつですよね、はいはい、4000あるのも意味ないもんね。まあ、そうですね、役満振っちゃダメ、役満は振れないと思います、役満は振れないよね、はい、いや、条件計算ちょっとする時間くれなかったんで、ちょっとあんまりわかんないんですけど、多分触れないですね。100万さすがに触れないね、はい。それぐらいだったら何でも大丈夫ぐらいね。多分そうですよ。はい、ということで、見事決勝進出となります。はい。西島さんがさっき裏でちょっと美談を話してたんで、ちょっとそれだけ。ですじゃあそれ聞きましょう。それすげえあれじゃないですか、はい、視聴者目線じゃないですか。はい、ごめん、でも私にとってもいいことだからちょっと言わせちゃった。何でもいいです。すげえ悪い女じゃないですか。悪い女じゃない、悪い女じゃない。別にいいか分かんない。じゃあちょっと西島さん、その話をちょっと聞かせてください。すごい、あの、私プロになる前にいろいろこう見学とか行って、あの、こういうのも見てて、で、あの、当時、あの、清水香織さんに、あの、見学してこう、私もマージャンプロになりますみたいなこと言ったことあったんですけど、うんうんうん、その年に五谷さんが初めて女流王座優勝したんですよ。で、当時私 SNS で五谷さんになんかすごい浅はかなメッセージを送ったんですけど、私もマージャンプロになりますみたいな、あ、おめでとうございますみたいなメッセージを送って、私もマージャンプロになりますみたいな、プロテスト受けますみたいな、うんうん、したら帰ってきて五谷さんからメッセージが、うんうんうん、いつかタイトル戦で一緒に打てたらいいですねって書いてあって、で今日終わったら絶対これ大谷さんに言おうと思って、おー、なるほど、さっき裏でちょっと西島さん泣きそうになりながらって話してて、ちょっと私も泣きそうになっちゃったみたいな、あ、それはいい話ですね、実現すると、いや、実現した、はい、まあ、一応したわけですよね、今日でまずしたわけですよ、はい、決勝でも実現しました、ね、うん、そう、じゃあ次は本当、まあ今日、あの、今日は1位2位もなくどちらも、まあ、決勝戦に通過ないわけじゃないですか、うん、次こそはこう本当に1位を決めなきゃいけないわけですから、はい、またその辺もこう今日の話を聞いた人がいろいろ感慨深い目で見れるんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひ決勝戦の方もお楽しみにしていただきたいのですが、その決勝に向けての意気込みをお伺いしたいと思います。まずは後藤プロからお願いします。そうですね、あの、本当にあのプロペインの決勝戦が 今まで一度もなくて、最高ベスト8までしかなかったので、今日は本当に勝ちたい試合だったので今すごく嬉しいです。ここまで来たからにはあのもう一番しかやっぱり意味がないので、あの最後まで精一杯自分にとって最高の麻雀が打てるように、あの心も体もいい状態に持ってきて戦いたいと思います。また応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。続きましては、西島プロお願いします。はい、決勝にあの北関東支部の先輩の清水さんがもう先週決勝
こちらが決めてて、もうその時から私も絶対決勝行きたいと思って、私はあの北関東のプロリーグ、あのアマチュアの時に見学とか行ってて、でその時からこう憧れてた人たちと決勝で打てますので、あの去年もそうだったんですけど、もう本当に、すごい人、強い人ばっかりに囲まれて麻雀できて嬉しいです。あの去年よりも成長したなって思ってもらえるような麻雀を打ちます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで今決勝戦の話がありましたらが、第15期プロクイーン決勝戦は10月の15日の日曜日です。対局メンバーは、清水プロ、山脇プロ、魚谷プロ、西島プロ、そしてディフェンディングチャンピオンの宮内プロとなっております。こちらの放送も、3日間にわたってお送りしますのでぜひお楽しみに。ということで間もなくお時間となります。柴田プロ、本日のご挨拶どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送をお楽しみに。本日はこの辺りでお別れです。それではさよなら。